あの今日ちょっとテーマを作りまして、はい、夏の思い出と。夏の思い出。そうですね、僕らは。マジですか。はい、どっちかというとダのチームだったんで、2人ぐらい同級生プロ行ってますね。え、誰ですか。え、マジですか。はい、今めっちゃね、ブレイクしてる。はい、はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日も前回に引き続き埼玉武蔵ヒートベアーズに潜入させていただいております。今回もインタビューや、そして試合前の練習に潜入していきます。今回も盛りだくさん、超一流選手たちの練習も参考にしてください。カーブー、よっしゃー、よっしゃー、怖い怖い、釣れました、キャプテンが。カットボール、カットボール、オッケー、ごっそー、どんどん回るぞ。よっしゃ、お願いします。リッテリッテ、まっすぐ、まっすぐ、よし、おいでー、スライダー、スライダー、よし、うわ、いいねー、オーケー、オーケー、よし、はーい、ありがとうございます。あ、ごめん、当てた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 、まだもう一回、オーケー、お久しぶりです。お久しぶりです。いや、所沢ということで、はい、所沢って来たことあります？何回か。それも何回か、2回ぐらい試合したんで、最初悪い球場です。みたいです。ここは僕らの高校時代 の予選のとこなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。7月からまた高校野球もここで予選。あ、そうですよね。埼玉多いですもんね。多いですよ。あの、今日ちょっとテーマを作りまして、はい、夏の思い出と。夏の思い出。そうですね、僕らは決勝で負けちゃいました。マジですか。はい。岩見筒井館。筒井館の高校です。決勝で、松田東高校と。まさか6対0で負ける。はい、僕らはあんま意識はしてなかったですけど、新チーム始まるじゃないですか、はい、1回も点取れなかったことないみたいで、僕ら最後の夏の決勝にあのまさかの完封の気がする。それまではもうずっと点取ってたんですか。そうですね、まあ、どっちかというと打のチームだったんで、2人ぐらい同級生プロ行ってますね。誰ですか。水谷俊ってあの日記タムで。マジですか、はい、今めっちゃね、ブレイクしてるし、はい、カープに久保修っていうのがいてまして、うん、プラス鶴人ですか。鶴、はい、鶴人、あいつは怪我してました。そうなんすね。そうです、なんでどっちかダのチームだったと思いますけど。水谷選手すごいじゃないですか。すごいっすね。連絡とか取るんですか、たまに。これでたまたま連絡し取ってご飯行きましたけど。あ、え、あ、こっち側の時、こっち側に行く。そうですね、一眼がある前ですね。あ、やる前にたまたまちょっと機会があって、うん、そしたら気づいたらあの一軍行って、すごい穴っちたんで、すごい、あれっていうびっくりしましたけど、身体能力高かったですし、うん、足も速いし、まあ、体がでかいんで、うん、やっとこうという感じですか。いや、当てただけで飛ぶんですごいなって。すごいですよね。そう、話題が絶えないですもん。ミッサリミッサリミッサリって出てくるんですよ。そうですよ。え、当時はキャッチャーですか。当時僕キャッチャー、はい、キャッチャーさんキャッチャーやってました。じゃあ内野手っていうのはやっぱもともとやってはいたんですか。あ、そうですね、一応やってはいたんで、高2までは内野手やってたんで、うん、3年キャッチャー、3年キャッチャーして、で、鶴人と待っていた、鶴人と待っていくんだですけど、どうしたらあいつ怪我した、怪我した。夏の思い出といえば、決勝に負けたことぐらいですかね、僕ら。なるほど。今日あの見てる方もきっとベアーズファンの、はい、上田推しがいると思うんで、上田推しの感じの一言お願いします。上田推しいつもファンいっぱいいると思うんで、いつも応援ありがとうございます。シーズンまだ半ばなので、これからもっと活躍できるように頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてあの、まあ、ついこの間、はい、ついこの間父の日母の日ありました。はい、父の日母の日思い伝えました。母の日、はい、僕ちょっとあの女で一つなんで。あ、そうなんです、母親が。じゃあちょっと母にちょっと一言。母に一言。母も見てほしい、見てほしいね。お母さん、はい、いつもありがとうございます。ちょっと広島と埼玉で遠く離れてますけど、また頑張るので映像越しで応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました、はい、照れてますけどね、試合になったらもうすごいメダル変えてね、大活躍すると思うんで、ちょっと頑張ります。頑張ってください、はい、相性悪いと思いますけど、相性良くなってまた。そうですね、また、はい、なんか2年間ぐらい勝ててないらしいんで。あ、本当ですか。今日勝ってあの払拭したいと思います。そうですね、今日はボールボーイとあの解説やるんで。あ、ぜひお願いします。
今日僕も言ってたもんね。わかりました、ぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。上田選手ありがとうございました。そしてここからは野手陣の試合前直前アップ、野球陣の皆さん必見です。草野球陣、高校球児、少年野球の選手たちもこのアップを見てぜひ取り入れてください。今回はここまで。次回以降も埼玉武蔵ヒートベアーズ戦に続きます。埼玉武蔵ヒートベアーズの各種リンクは概要欄からチェックお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。